伊藤俊也はフリーランスカメラマン出身の医療ジャーナリストである東京都出身株式会社医療情報研究所代表主婦の友社写真部勤務を経て1982年代からはフリーランスカメラマンとして活動女優やグラビアアイドルの写真集を多数手掛ける参照1994年に自身の父親を亡くしたことをきっかけに 医療問題に深い関心を持ち、2000年から医療ジャーナリストとして活動を開始、週刊文春をはじめ記事掲載多数。2009年には、週刊文春産婦人科の戦立にて、第15回、編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞大賞を受賞。富士テレビ、情報プレゼンター特だね。他テレビ出演多数。東京都病院協会医療安全推進委員会。 東京都医療安全推進事業評価委員会、厚生労働省、新型インフルエンザ専門家会議、ドクターヘリウンコ費用の多様化に関する、有識者懇談会等の委員を歴任。日本医学ジャーナリスト協会会員、ABC プロフィール趣味 ITO、t v 2 0 1 4年11月9日閲覧。医療情報研究所 about us。imi-tokyo.com、ok。 2020年1月10日閲覧。親父ホットドッ g プレスインフォージック特集。special.infosek.co.jp。2021年7月18日閲覧。平成22年11月11日号週間。文春の記事に対する見解について国立がん、研究センター。www.ncc.go.jp。 2020年1月10日閲覧。週刊、文春の記事に国立がん研究センター、加山隆雅氏が反論ニュース、メディカルトリビューン、メディカルトリビューン、2020年1月10日閲覧。上正弘の2011年11月6日の、ツイートツイッターハットイトシュニアの2011年11月7日の、ツイートツイッターハット、原発作業員4300名が死亡。 ツイッターで、デマ情報が拡散、EX ドロイド、web.archive.org、2021年7月17日、閲覧。藤倉義郎、やや日刊カルト新聞、サイエントロジー記者会見を主催しちゃった、自由報道協会。やや日刊カルト新聞。2020年1月10日閲覧。藤倉義郎、やや日刊カルト新聞。 サイエントロジー記者会見を主催しちゃった自由報道協会やや日刊カルト新聞2020年1月10日閲覧藤倉義郎やや日刊カルト新聞サイエントロジー記者会見を主催しちゃった自由報道協会やや日刊カルト新聞2020年1月10日閲覧日本薬剤師会富士 特ダに抗議ここ役ニュースマイナス。web.archive.org2020 年1月10日、閲覧。日韓現代富士、徳田根に薬剤師会が猛抗議天顛末を聞くと。web.archive.org2020 年1月10日、閲覧。一等俊也が辞書で、うつ治療関連のデマを流して、騒動に引く個人、ヤフーニュース。 web.archive.org 2021年7月17日閲覧とんでも系医療ジャーナリスト伊藤俊也さんここも間違っていますよご本目クリニック2020年1月10日閲覧伊藤俊也の2016年4月15日のツイートツイッターハット伊藤俊也の2016年4月15日のツイートツイ,トツイ,トツイッター日経メディカル徹夜でトリアージ 二日ぶりの帰宅でくつろいでいたときに、本心が、日経メディカル。2020年1月10日閲覧。イトシュニアの2016年12月5日のツイート。ツイッターハットイトシュニアの2016年12月9日のツイート,ツイ,ートツイッターハット。マスコミの党員に関する報道姿勢に関する意見。水口病院。web.archive.org。2021年7月17日。 閲覧。閉院のお知らせ、水口病院。web.archive.org、二千二十一年七月十七日、閲覧。フジテレビジョンに対する訴訟提起のお知らせ、水口病院。web.archive.org、二千二十一年七月十七日、閲覧。ジャーナリストの伊藤淳也さん、大阪で、原因不明肺炎が七千件も出ているという事実は、 把握していますよね。ツイートが物議その後削除ガジェット通信ゲッティヌズ。ガジェット通信ゲッティヌズ。2020年6月2日、閲覧。生放送で激しく抗論。古市賢治氏と伊藤俊也氏、特種。で対立。J、キャストニュース。2020年6月2日閲覧。厚生労働省、新型コロナに関する特ネ報道を。 否定支援交付金、特定のメーカーを名指しなどの発言。スポニチアネックス。2020年5月12日閲覧。ありがとうございます。